いや、どうもわからねえぞ。寝とぼけているはずはなし。確かに沖縄は百両包みを一つ渡したが、半夜のうちに二包みにぼけた。金が金を生むっていうけど。 親方、誰だ真夜中に。真夜中だなんてもうとっくに明けてます。そうか、夜が明けてろ。沖野の親父が泥棒に殺されましたんで。 何か泥棒の証拠になるものでも残っていなかったか。さあ、そんなことは格別調べなんだが、バカ野郎、やがては実手は預からずの肉親の身内でありながら、なんててめえは間抜けなんだ。貴様案外役に立たんぞ。それじゃあ 調べてきます。誰だそこにいるの。 おせん、おめえか。 おめえ来ていたのか。まあ早くこっち上がんねえ。いや、バカに元気がねえじゃねえか。え、あ、そうそう、おめえの身売りの一件な。あれはもういいんだ。他でちょいと金の工面ができたからな。 もうおめえに心配かけねえぜ。だから安心しな。いや、それにしてもバカに元気がねえ、おめえらしくもねえな。あたし自分の体は自分で勝手にしたいときましたの。じゃあ何か兄弟の縁でも切りてえってのか。 兄さん、縁切りがねえよ。こんな切り餅一つ、こんな大金。じゃあさいなら。 おう、ちょいと待て。おせん、てめえこの金をどっから持ってきたんだ。もらったのさ。もらった？誰から。誰ってお客より他にないじゃないか。てと今日からこっち 一緒にふざけてた相手の男からなんだな。それで読めた。じゃあおめえその男に何か含ませて俺んちへ様子を見に来させたことはなかったかい。そうね、あったかもしれないよ。 それがどうかして。おせん、ちょいときに外を見ろ。誰もいないじゃないか。
何をするんだい。いいからおとなしくしていろ。んなジタバタするんじゃねえ。はてな、どこ行っちゃったろう。ん、これこれこれ、おせん、てめえの男はこいつだろう。間違いねえだろう。こら、教場持ちの大泥棒だ。しばらくの間じっとしていろ、いいか。二階の女を逃がすんじゃねえぞ。俺はこれから番所行ってくる。親方はどうしやんしたい。うし、ネズミ小僧だ。番所へ知らせろ。おめえがいじらしい。沖野の涙の一人が次郎吉を捕らえて離さなかった。離れようとして離れがたく、結ばれようとして相容せず、宿命の枠の中でただもがくばかり。あなたはどこへ。俺は憎しを追っかけて奴に貸してやる送還状をつけるんだ。でも危ない。第一奴はかわいいおめえのとっつぁんの仇だ。おう、カゴの衆、この娘さんを頼むぜ。わかりゃしょうとも頼まれますぜ。髪型にだってちった血の通ってる野郎も思わせ。いいことを言うね。嬉しゅうござんす。大丈夫と思うところまで送り届けて、駄賃が余ったらお嬢さんに差し上げな。あいぼう、ガッテンだ。首掛け道中だ。よし来た、さあ行こうぜ。
Okino-san. Oto-chan no ihai da. Shiawase ni kurasu na yo. Ora mo aru koto mo nei daro. Okino ga miru tsuki wa aojiroku utsukushi katta. Iiotsuki-sama.